玉造駅は、大阪府大阪市天王寺区玉造元町及び玉造本町にある、西日本旅客鉄道、大阪市高速電気軌道の駅である。JR 西日本の駅番号は、JR 大例後、大阪メトロの駅番号は、N19。JR 西日本の大阪環状線と、大阪メトロの長堀鶴見緑地線が乗り入れ、接続駅となっている。JR の駅は、 アーバンネットワークエリア及び特定特使内制度における大阪市内に属する JR 西日本の駅シンボルフラワーは稲穂である相対式ホーム2面2線を持つ高架駅ホーム有校長は8両編成分岐器や絶対信号機を持たないため停留所に分類される改札コンコースが1階ホームが2階にある改札口は2箇所設置されている 地上駅時代のホームがわずかに残っていたが再開発のため2008年に消滅している。鶴橋駅が管理している JR 西日本交通サービスによる業務委託駅移行かの利用が可能である。乗り場長らく乗り場番号が存在しなかったが2006年9月中に乗り場番号が付与された。発車メロディー大阪環状線改造プロジェクトの一環として 2015年3月22日からアメリカ民謡のメリーさんの羊が発射メロディとして使用されている。当駅高架下の商業施設ビエラ玉作りにおいて窓枠を音階に見立てて同曲を表現していることにちなんでいる。島式ホーム一面二線を持つ地下駅。改札口は森の宮寄りの一箇所のみ。当駅はドーム前千代崎管区駅に所属し、 谷町六丁目駅が管轄している。当駅のテーマは、マガタマである。薄い紫とグレーを基調とした和風のデザインであり、コンコースの壁画は、ナンバグーなどをモチーフにした、過去から未来への時間の旅となっている。ホーム壁面は和紙を思わせるデザイン。コンコースには、マガタマをデザインした合意板を設置している。森の宮川では直角のカーブがある。 乗り場各年度の1日乗降、乗車人員は下表の通りである。近年、スーパーマーケットが急増している。注釈出店、ありがとうございます。